ステップ5。リオシモツレを使う長期線電波干渉計まあ、つまりこれが望遠鏡のことになるでしょう。そして、その、長期線電波干渉のことについてなんですが、それが LBI と呼びますね日本。英語で。そして、それが複数台のコンピューターで、コンピューターじゃなくて、テレスコープを使って望遠鏡を使うことになってるなんですが、 うまくきつけてたら、それが作るイメージの解像度が上がるでしょう。その解像度はレ l ューションなんですが、それは R と呼びましょう。そして、こういう図になるんですが、複数台の,の,のアンテナ、あるいは望遠鏡なんですが、と,とりあえず今回には2つだけの説明します。そして、それの間にはえっと距離がベースラインと呼びますが、それが B。でそれが ベースラインにはそれが起線になるでしょうそれからそれが何かのイメージのを取りたいなんですが、とりあえず一つの波長だけは使えるようになります。そしてその波長がラムダと呼びます。それからこの図としてはこれがまあ、もしかしてこれはラジオと望遠鏡に見えると思いますが、この長期、えっと、線、えっと 電波干渉系のことなんですが、それが、まずはラジオ電波で開発した技術なんですが、まあ、今でも普通の目で見える光のことにもできてるでしょう。もう何十年間ですか。それからこれがそういうことになるんですが、解像度としてはこういう数式になります。微分のラムダ ×1.2 になります。で 見えるなんですが、ベースラインは長くなると、とそれが、この数字が,が,が、えっと、小さくなりますが、その解像度としては、それができるだけ小さい方がいいで、で,できれば、そのイメージの解像度は上がって、そしてそれが見えるあの詳細、ディテールなどが増えるでしょう。そしてこれも、あの電,電,電波のあと波長に,にもよりますね。 そして、こういうことで状態になるんですが、まあ、もしかして、見たいものが真上ではなく、ちょっとだけの角度になっているでしょう。その角度はこの場合にはシータと,ーと呼んで、それから左右のと通らなければならない距離が変わるでしょう。でこの図の場合には左側がえっと右より、え、っと この光の通る経路が長,いな長くなりますが、そうするとどのくらい長くなるか、それが B×sinθ なんですが、それがファイと呼びます。それから、こっちの方は長い方には短い方を比べると、位相が変わってしまうでしょう。で、それがえっとファイイコール B×sinθ、w a t ラム λ になります。それから、 例えば、これが単一の格子のことなんですが、一つの格子を入ってくると、それがまあ左右にどっち,らどちらかで検出するのか、それがえっとあの状態になるなんですが、これが L と R は、Left と Right を呼んで、0、L、1、R というのは、それが単一格子はえっと右側には検出した。あるいは、えっと、 1L0R にはそれが左側のアンテナに,に届いたでしょう。で、これが、えっと、こっちの方は長いので、えっと、そっちのケースには EI f i n e かけるそ,その状態になるでしょう。で、これが ISO の,の変わる部分,分になります。そして、その ISO が,ができてたら、えっと、分かってれば、それどのぐらいの精度でで,で,で,できてれば、それがだんだんその、えっと、見たいものの 角度がだんだんよくなって、解像度はかなり上がるでしょう。それから、一つのやらなければならないことになっているなんですが、二つのビーム、二つの入り口から光をコレクトして、それで干渉しなければなりません。そして先の図としては、複数台の望遠鏡を見せてたんですが、それが。 ただ一台ずつのところには、独立でやって、独立の写真撮って、そのあとでつけることじゃなくて、これが本当にデータが入ってくる瞬間には、の光の位相とかは重要になりますので、リアルタイムでそのデータを一緒にはしなければならないんですが、それは干渉することにはなります。 問題なんですが、えっ、ー、と、それが入ってくる光が,が到着する光は、基本的にコーレントの光ではないんですね。それが、まあ、レーザーはもちろんそれがコーレントなんですが、一般としてはそう,そういう、あの、まあ、宇宙にあるものもまあそういうコーレントの状態にはなりません。一つの問題なんですが、その見えるもののソースが、がえっ、ー、と、無限ほど小さいで,ではなく、 何かの角度で、ちょっと大きくなっているでしょう。そして、書くところから腰が出てくるんですが、その複数の箇所から光がもらうと、それも磯のノイズになるんでしょう。そして、それがノイズになっていると、だんだん、もちろんそれが純粋な状態にならずに、 今後状態になりますので、えっ、ー、と、ファイの,のピュアステートではなく、密度行列で書かなければなりません。そして、こういう、えー、と密度行列,に行列になるんですが、この一番上の行は、それが、えっ、ー、と、格子は2つのところにも届,きな届かない。で、まあ、今回にはそのケースには、にには我々の提案としてはそれがないので、まあ、次の行は、えっ、ー、と、 左には入ってくる。どの行で、次には右に入ってくる。そして、さあ、一番下の行は、えっと、二つのところだけ、二つのところ、両方で検出することになるんですが、単一の格子にお話ししているから、えっと、下の行と、えっと、右側の,の列も、それが全部はゼロになるでしょう。そして、この V のことなんですが、これが Visibility と呼びますね。そして、これが、えっと、重要になってるんですが、 これがその密度行列の,の反対角の,のところになっているでしょう。で、これがだんだん、これが量子ーーコーヒレーンツのことになっているんですが、これはできるだけには大きくにはしたいんですよね。そうすると、だんだん、えっと、位相がえっと区別しやすくなるのでの、でだんだん解像度が上がる。さて、それがえっと今のこの状態になっている設定、実験の設定になっているなんですが、 左右のところには、レフトとライトのところには、えっと、光が入ってきて、そのこの2つの矢印の光を干渉したいんですね。そして、こういう経路になるんですが、例えばこの場合だったら、右側にはこのデルタのことなんですが、そのデルタのことにはそれが、えっとまあ、変更できる、えっと、ディレイに,になるので、それ,それが延長だけがちょっとずつ変わりますので、それが、えっと イソの左右の位の差が、えっと、我々コントロールできるようになるでしょう。そして、光は真ん中のところにはビームスプレッダーで,でえっと合わせるようになりますが、そしてうし後ろにはディテクターは2つがありますね。D1 と D2. これが、まあ、見えてる通りには、これが、普通にはあの我々説明してた単一格子の,の測定の手法なんですが、 一緒になってるんですねそれから、これが D1 のところにはそのディテクターをクリックする確率もありますし、D2 のところにはそのクリックする確率はあるでしょう。そして D1 のところには、確率が1プラス RE とのそれ実数のことなんですが、これが複数数になっているんですが、そのリアルの部分だけを取ることになります。 そして、この数字の値なんですが、これがまあ v かける e のマイナス I ダルタ乗になっているでしょう。そして、この表現を全部割る2になって、それが D1 をクリックする確率になります。それから D2 のところには、プラスと,とマイナスの違いがあって、D2 のところは、マイナスだけをつけるようになります。そして、これが、その、 D のデルタの値をちょっとずつ変更すると、それが、まあ、あの、位相も,もうちょっとずつ変わりますので、だんだん V の振幅と位相が、えっと、測定できるようになります。これが素晴らしい状態になってるんですが、これが、えっと、基本的にこれが、えっと、長期線電波の干渉の手法になってるんですね。 そして、2つの大きな問題があるんですが、1つは、いそのノイズになる場合があるんですね。1つ重要なソースなんですが、空気になってるんですよね。空気は、まあ、大体、光としては透明なんですが、若干、方向も変わりますし、そしてノイズも入りますので、それが1つの問題になるんですね。それから、子をなくしてしまうこと。 今のはと、まあ、問題設定と,としては、こっちにはとコヘレント、単一の格子には、リアルアンテナに,には届くことの,の,の状態になっているんですが、なんとそれが何光年を超えている格子になっているでしょう。ですが、一番最後には、こういうチャンネルを取らなければならないんですが、2つのと左右から。 真ん中にある、干渉するところまで届かなければならないでしょう。で、例えばこれがまあ、光のファイバーとかだ,だったらそれが、だんだん距離がなな長くなると、だんだん腰を、どこかを落としてしまう場合もあるでしょう。だんだん、えー、とディテクターに,に,にと、ちゃんと届く確率は下がってしまい、 もったいないでしょう。なんと何、何光年、何百光年、何億光年を超えてきた光、せっかく地球に届いたのに、このところでなくしてしまうことはとっても残念なことだと思います。そして、これが何とかできるんでしょうかね。そして、それが、漁師もつれの仕事が入ります。やっと漁師情報のことに。 いやについては話,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 話すことにな,るなっているでしょう。そしてこれが、まあ、ガーティスマンたちの,の提案した手法なんですが、もう10年以上前のこととしては、1つの干渉系じゃなくて、2つの干渉系をつけることにはなっているんですが、えっと、左右のところ。そして真ん中のところには我々の定義としては、それが EPPS、Entangled Photon Pair Source のことなんですが、 そっちらには置いて、左右のところには単一の格子は行くでしょう。そしてこれが、まあ、左に行く格子の数は0と右に行くは1になるか、左のは1と右には0かのことになっているんですが、これが、えっと、先の計算した位相になるでしょう。それが E の i タになります。 そして、これが磯のことになってるんですが、左右にはこれがまあ望遠鏡と望遠鏡と,と呼べるなんですが、あるいはアンテナとアンテナと呼んで、それが一つのセットとしてはそれがえっと光を測定できるようになるでしょう。そして、それが Visibility のことなんですが、それが相関を計算したいんですね。あるいは非相関のことなんですが、それが、え、っと そうかねと同時には2つのディテクターをクリックする場合を待っているのなんですが2つの状態があって左右のところには L1、R1 のディテクターを同時にはクリックすることあるいは L2、R には同時にはもう2つのディテクターをクリックすることの状態のデータだけを使えるんですね両方が左に到着するか右に到着するか あるいは L1R2、L2R1 の場合にはそのデータには使えません。そしてこれが確率なんですが、これが先の計算してたことでしょう。でその確率を計算して逆計算にすると、だんだん V の様子が分かってくるんですね。そして、 非相関のことなんですが、逆にこれが L1R2 あるいは L2R1 の場合には、それだったら、えっ、ー、と、この1低、リオ分ののはできるようになりますから、それが、えっ、ー、と、アンチコレレーションの,の,の確率を計算できるようになるでしょう。これが、両方が、まあ、あの、確率はそれが測定したデータなんですが、それを使って、この V の状態を計算して、 先の見せてた密度行列を計算できるようになっているから、そこから位相を取って、だんだん、えっと、作っているイメージの解像度をえっと上がって、まあ、その解像度は小さくなるんですが、レズリューションは良くなるということになるでしょう。そしてこれが一つの量子情報を使って、かなり距離が離れているえっと,ところにはえっと単一格子を作って、それの よしもつれを使って何かセンシングをすることはできてるでしょう。そしてこれがベースラインのことなんですが、ベースラインの,の,の距離はできるだけ長くしたいんですが、先の説明したとりには、入ってきてからそ,そっちを通って真ん中には、えっと、合わせなければならないことには、この辺にはなくしてしまうと確率があったと言ってたんですが、 この手法に使うとその問題には,はなくなります。そしてそれが、えっと、配っている腰のこと,、えっと、漁師もつれの腰を使って、えっと、この問題を解決できるようになりました。そしてこれが一つの,あの重要な面白い漁師もつれのセンセンのことを説明しました。そしてこれが、えっと、問題になってたんですが、えっと、これがセンセンのことだった。